俺どうしようかな。そしたらなんだっけな、ピンキャラ使うわ。なんつったっけ、名前が出てこねえや。アイソでしょ。アイソ使うわ。アイソ。いいね。お疲れ様です。お疲れ様です。やろうぜ。やりますか。最近やってなかったの、ゆうと。やってないっす。はい、久しぶりっすね。てか、おめえがさ、繁盛のあの嫌な顔されてる切り抜き見たわ。ああ、見ちゃいました、あれ。あれ、クソいいわ。いや、俺は良くないっすけど、ね。あれ、僕は全然、しっかりと受け止めて、あれは。はい。今日もあれ出してくれよ。繁盛の顔見て。いや、あれはもう本当に、いや、チームのあれに関わるんで、式にが悪いから、本当に良くないなっていう。マジで反省してます。本当にそれを乗り越えて今があるんで。そうだ、はい。お前悪くないだろ、繁盛が悪いだろ、あんな顔して。いやでも俺その切り抜きましたよ。なんかお前はうんちに改名しろみたいな。このダブルスタンダードで俺に襲いかかってくる。俺はどっちのうんこちゃんを信じればいいんだ。それはあれよ、あの配信のあれやが。苦しみの感情がおかしくなりますわ。はい、ありがとうございます。なるほどな。今日じゃあ加藤で勝ってさ、払拭しようぜ、その流れを。あ、そうっすね。今日はちょっとさすがにしたいな。いやでも本当久しぶりだな。あんまやってなかったんだ。そうっすね。なんか繁盛とかとめっちゃやってないですか。俺と繁盛1日12時間ずつぐらいやってるよ。なぜか再燃した。なぜか。おかしくなる。おかしくなって、そんなおかしくなっちゃうよ。いや今日は俺朝早起きしてバロンのために3時間座学してきたんで。おー、いいね。はい、すいません、今ちょっとすいません、ちょっと遅れちゃって、その復習してました。そうなんだ。すいません。そのモチベーションやばいって。どっからそのモチベーションやってくんのよ。わかんないっす。ハンジャーは勉強だ。負けたくないよね、やっぱね。本当に負けた。いや、同じ時間やんなら勝ちたいんで。ただずらしたいね。そりゃそうよ。はい。ついに座学を始めてしまったのか、ハンジャー。始めちゃった、本当に。今日の、これ誰のワイヤーっても言えます、選手の名前。すげえ。もう言えるな。しかもお前選手って呼んでんだ。はい、もう選手で、もう今リスペクトが止まんなくて、こいつらよくこのワイヤー見つけたなって思ったんです、本当に。ああ、それ出どころも調べたんだ、じゃん。出どころも調べた。スポーツからいけます、本当に。いや、これもう、すごいな、は。ロータスは座学してねえわ、でも。終わった。あれ、ロータスはキルジュイで、あの、ラズの動画2時間見たから多分いける。俺、ここ V 値いけるかもしれない。ああ、いいね。俺、オーメンいけるよ。マソクさん。ロータス、チェンバー、ロータスしか使えないから。いいんじゃない？めちゃくちゃいいやん。いいじゃん、めっちゃいいじゃん。ちょっと作敵が若干。ああ、でも、兄貴スカイとかの方がいいかもな。ワンちゃん。もうちょっと時すでに。てか、いつも打足さん便利屋だよな、こういう時。あれ使ってよ。確かに。何でも使いこなせるからな。まあ、ここ俺、ブリーチしか置かない。僕以外で。よっちゃん、俺のオーメン信じて行っていいぞ。オッケー。パラちょうだいっつってね。いや、多分ね、今、うんこちゃん、オーメン超強えよ。俺、最近ちょっとマジでオーメン仕上がってるから。マジで仕上がってる。仕上がってる。ちょっと強いんよな、うんこちゃん、今日、最近。いや、パラがね、ちょっと仕上がってる。そう、パラが上手くなってきてるでしょ。パラがね、いい。特に。パラマジで遅くなったの見て。専門家みたいになってる、繁盛。いや、そうなんですよ、ね。しかもなんか繁盛上から目線で言ってくるんだよ。そのパラいいっすね、みたいな感じで。そう、もう俺は、ちょっと上に立ってます。すいません、みたいな。なんかね、繁盛俺の上に立ってんだよ。最近は。でもこの前、この前は、やばかった。俺とうんこちゃん、ディオで5時間勝てなかった。それで、俺、またちょっと、うんこちゃんと対等に戻っちゃいました、ね。あ、戻ってんだ。今、俺のステージまだ降りてきてくれたんだ。ちょいちょい今日ではっきりさせようぜ。どっちがあれか。はい、ちょっと今日は。5時間負けたんだ。すごいな。しかも朝の6時から昼の11時にかけて負けたんだよ。そう。俺あの日、いろいろやってスポッチャとかで運動したってやって、顔がもう真っ白になった。なんでやめないし。怖いよ。いやー、こいつ、そっち側か。まあ2択だな。めっちゃいい。いや、これいいよ。これ全然いいっす。ナイスチーム。勝てる。ナイスチーム、もうこれ、本当に。ついに味方批判を封印した、俺。味方批判ってか、お前。フルパで味方批判を奪ってんだろ、お前。初めて聞いた。フルパの味方批判なんで。ちょっと、人のせいにするのやめます、今日で。